ゆずです。今、青梅駅に来てます。臨港でですね、ここまで来ました。で、これからですね、根の権現の方に行ってきたいと思います。根の権現は前回、足ついちゃったんですけど、ラスト300メートルのところで。そうですね、まあかなりの激坂なんで、まあ今日ちょっと登りきれるっていうのは正直ちょっと思ってないんですけど、まあ前回来たよりはもうちょっと先の方にまあ行ければなぁなんていうふうに思っています。では最後までご覧ください。まあ青梅の駅からですね、根の権現まで26キロあるんですけれども、アップダウンも結構ありますし、足を使っちゃう時もあるんですよね。この先に1個峠があるんですよね。裏掛け峠だったかな、まあ、そこは結構スパイシーというか結構きつめの坂で、そこから根の権現に入る感じですね。根の権現の入り口到着しました。裏掛け峠すごい激坂があったんですよね。それ通らないで来ましたね。やっぱ前回とちょっと道が違うみたいです。若干遠回りしたようなんですけど、まあ結果的には楽な道を取ったようですね。まあラッキーということで、はい、根の権現スタートしました。ここから6キロですね、まあ、前半の 4.5 キロはですね、まあポタリングみたいな感じなんで、まあここで足を休めていくっていうのと、あと 1.5 キロからラスト 1.5 キロからこう坂がきつくなるんですけど、まあ、そこもですね、なるべく足を使わないようにと、まあ、いうことでやらないといけないですね。それでラスト300、ここはまあいわゆる超、まあ、激坂区間でラスボスなんですけど、まあ、そこもね、まあ、全力でちょっと登るっていうことにはなるんですけど、まあ、前回のいろいろこう一回やってるんで、まあ、ちょっとそういったことを活かしながらちょっと作戦じゃないんですけど、まあ行けるとこまで行きたいと思ってます。それにしてもあれですね、倉掛峠でねパスできたっていうのは大きいですね。まあ遠道だったっていうことなんでしょうけど、まあそこは結構足を使った記憶があるので、使わなくてラッキーでした。本当に行きますね。ここでいかに足を使えないかっていうのがポイントです。前回もかなりね、ラスト300の前でエネルギー使い果たして、根の権現あと 1.5 キロですね。ここから本番の坂が始まります。上道だとね、嫌になっちゃうんですけど、すずらをね、登っていかないといけないです。でも下見るとね、肺が潰れがちになるんで、上向いた方がいいらしいんですよね。ここ似てるんですよね。1個あると思います。これ幅がないんでね、3分になって
見ましたね、ラストコース看板が見えました。デッドゴーゲンラスト300。これで最後の矢の一枚を使い切ります。新聞突破しました。手出しないように登りきりました。帰りました。登った。よしよし。じゃあ、天竜寺に参ります。今日は気持ちよく登れる。はい、今日見晴らしがいいですね。天竜寺の一番高いところのスカイツリー展望台なんですけど、これまっすぐ先のところにスカイツリーがあります。昼くらいはいいですね。この絶景がやっぱり楽しめるっていうのは。大体週、月何回ぐらい山登られるんですか？まあ、今コロナの年に行けなかったんで、コロナがなければ、まあ、一月、まあ、一回は行きたいですね。いいですね。この石どけてあげようと思って余裕がなかったんですけど、かわいそう。行きはここをパスできたのかっていうのが未だ分かんないんですけど、相当きついですねこの坂は。はい、ということで根の権現登りました。前回ね、足ついた時にはもう一生ここ登れないんじゃないかなと実は思ってたんですけど、まあ、ラッキーにもですね、一月を登ることができました。まあ本当にね、体力衰えるばっかりだし、まあちょっとこの SL7 にね、そういう貧脚で乗るのは申し訳ないななんて思ってたんですけれども、まあなんとかそれに合うような走りができたのかななんていうふうに勝手に思っています。まあ今日は本当素晴らしい日だったし、まあ温泉も最後15分ぐらいですけどクイックで入れたんで本当にいい日でした。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。